はい、こんにちは、チェチェチェです。今回は誰でも簡単にソロで開花した肩竜骨、胸郭、仙草、正規琥珀を効率的に集める方法を共有したいと思います。まずは開花した胸郭の入手方法です。密林の神王がレベル95にやってきました。装備の必要スキルはひるみ軽減レベル3です。お肉物を入手し、神王がまで全速力で向かいます。お肉物を使って壁ドンをし、背中からアイテムを3回取って時間を選びます。以上です。ここでリセットをしてしまうと今の行動がなかったことになってしまうので気をつけてください。大体1クエスト30秒から40秒かかり、体感で1つは入手できるかなっていうぐらいの確率です。これフレンドに教えてもらったんですけど、めちゃくちゃ楽です。ただこの超伝来光柱はマカレンキンに入れることができないんですよね。たまーに取れる剣閣はマカレンキンに入れることができます。続きまして、開花した肩竜骨の入手方法です。レベル37のバサルモスにやってきました。装備の必要スキルは耳栓レベル5とひるみ軽減レベル3です。お肉物を取って壁ドン。神王岩に比べて採掘にちょっと時間がかかっちゃうんですよね。タイミングが悪いと2回しかカンカンできないという時もあります。スキルの地質学や植生学もつけてみましたが早くなりませんでした。もし早く回収できる方法があればコメントで教えていただけると嬉しいです。それぞれクエストレベル31以上であれば、レベルのサインによって確率は私の場合は変わりませんでした。お肉靴は各マップこの辺りに存在します。ガルクの採取マーキングで場所の検索も可能です。ただバサルモスがストレスフリーとは言いづらいのと、この方法では開花した仙草と正規琥珀は入手できないので、続けてロアルドロスとオロミドロを簡単に周回する方法をご紹介します。胸郭と正規琥珀を同時に入手する方法に関しましては、ちょっとテクニックが必要なんですが、ディアブロスを 2,3 分で周回できる方法をフレンドのタイムアタック勢が投稿しているので、ぜひそちらをご参考いただければと思います。まずは武器の使い方です。使用する武器はライトボウガンです。ライトボウガンを一度も使ったことがないという方でも、少し練習すればすぐに使えるようにご紹介します。今回のやり方で覚えるべき動きは5つのみです。X ボタンでバット、L ボタンを押しつつ X ボタンか B ボタンで動かし、使用する弾にカーソルを合わせます。今回の場合は火炎弾です。ZL ボタンを押しながら右スティックで照準を合わせ、ZR ボタンで弾を撃ちます。撃ちながら移動することもできます。弾を撃ち終わったら ZR ボタンまたは X ボタンでリロードを行います。基本的に ZR ボタンで構いません。弾がなくなったらショートカットで調合します。ライトボウガンは奥深い武器ではあるんですが、今回のやり方ではとりあえずこの5つだけ覚えれば大丈夫です。鉄柱試技も基本的には使えません。あんまり使えませんが、危険を感じたら A ボタンと R1 ボタンで発動する反撃榴弾、これを使ってモンスターの動きを避けることもできます。もっと詳しく知りたいという方は、ライトボウガンの基礎知識動画も投稿しておりますので、ぜひこちらも合わせてご覧ください。装備共有します。今回の攻略法はソロでの周回が前提なので、福間共鳴ありを推奨しておりますが、オロミドロが少し強力なモーションを持っているので、慣れるまでは練習用として福間共鳴を含まないバージョンもご紹介します。武器はリオレウス希少種の素材で作成できるライトボウガン、シルバースパルタカスです。撃つ弾は貫通火炎弾です。このライトボウガンは貫通火炎弾を速射することができます。ただしリロードするときは歩けないので注意してください。また通常の火炎弾も撃つことができるので弾切れ防止に持っていきます。できればで大丈夫なんですが、武器の怪異錬成を行い、怪異スロットを拡張した後、百竜装飾品のレベルを拡張し属通銃を詰めるとかなり火力が上がるのでおすすめです。防具です。私の装備には怪異錬成がついておりますが、全く必要はありません。土天の帯はマスターランク50にならないと入手ができないので、マスターランク50未満の方は攻撃のスキルがレベル1落ちちゃうんですが、ラスボス残して代用ができます。スキルを簡単に解説していきます。まずは必須スキル、非属性攻撃強化レベル5。
属性弾の威力を上げます。速射強化レベル3、速射弾の威力が 1.2 倍になります。貫通火炎弾にはこの威力が乗りますが、火炎弾には乗りません。弾丸節約レベル3、 20% の確率で弾の消費を抑えます。消費を抑えることで弾切れが起こりづらくなるだけではなく、リロード回数を減らすことで DPS 時間あたりのダメージ量が上昇します。装填速度レベル2で弾をリロードする速度を早め、ブレ抑制レベル1でボウガンのブレをなくしています。ちなみにこのブレ抑制はレベル1で大丈夫なんですが、私は怪異錬成の関係で勝手にレベル2になっちゃってます。回避距離レベル2、ロワルドロスとオロミドロは突っ込んでくる攻撃があるんですが、回避距離レベル2さえあれば余裕で避けることができます。続きまして火力スキル、攻撃レベル4で武器の物理倍率を上げています。ライトボウガンの属性は武器倍率、攻撃力に依存します。悪魔共鳴レベル3で徐々に体力は減りますが、キュリアの数に応じて属性値がプラス10からプラス20します。デメリットは大きいんですが、めちゃくちゃ強力なんですよね。体力は減っていきますが1残りますので、攻撃を受けさえしなければ力尽きることはありません。恐竜章虫ばみ、これご質問あったんですけど、読み方虫ばみか食か分かりません。公式攻略本待ちです。私は発音がしやすいのでとりあえず虫ばみと読んでいます。このスキルはモンスターと迎合すると体力の緑ゲージが徐々に赤ゲージに変わっていきますが、攻撃力が10上昇、属性値が5上昇し、さらに回避性能が上昇、スタミナの消費量も軽減します。そして攻撃をしていると恐竜症状態を克服し、赤ゲージが緑ゲージに戻り、60秒間回心率が 20% 上がります。主に回復効果と恐竜症にかかっている時に上昇する属性値5のために採用しています。逆恨みレベル2、体力に赤ゲージがある場合攻撃力がプラス10されます。恐竜症虫歯みと悪魔共鳴のおかげで効果はほぼ常時発動してくれます。最下転覆レベル2、状態異常や属性やられを解除すると30秒間攻撃力がプラス15、属性値がプラス3されます。恐竜症を克服した時に発動します。連撃、攻撃ヒット時一定時間攻撃力がプラス5、属性値がプラス5、効果が5回継続すると上昇効果がさらに上がるというスキルです。攻撃した後約3秒間維持します。速射ライトボウガンとはめちゃくちゃ相性が良く、ほぼ常時発動してくれてます。弱点特攻属性レベル1、こちらは属性肉質が20以上の場合、属性ダメージが 1.1 倍になるという新スキルです。かなり強力なので採用しています。会心撃属性、会心攻撃が発動すると属性値が 1.15 倍になります。ただしこの構成は会心率が恐竜症の克服時にもらえる 20% だけなので、ほとんど発動してくれません。勝手についてきてます。その他のスキルに関しても勝手についてきてくれます。装飾品です。宝石は攻撃レベル2、21を採用しています。例えば速射銃2、21とか弾丸節約2、21とかでももちろん大丈夫です。それらがないという場合でも攻撃のスキルを落とせば宝石がなくても組むことができます。あともし怪異錬成でスロットが1つ開けば、ここの転写銃を攻撃に変えたりすることもできちゃいます。続きまして福間なしバージョンです。福間を抜いて攻撃と炎王竜の恩恵を持っております。炎王竜の恩恵は火属性の攻撃を上げる効果があります。ただ比較してみたらわかるんですが、どうしても火力がごっそり落ちてしまいます。ダメージももちろん違うんですが、ひるんだりダウンする頻度がめちゃくちゃ変わるので、単純なダメージ差以上に討伐時間や立ち回りの簡単さに差がついちゃうんですよね。福間共鳴を着て3回力尽きてしまうという方はこちらの装備で練習して、慣れたら福間共鳴にステップアップするっていうのもありです。ただね、2回力尽きても福間構成の方が早くクエストをクリアできるっていう場合も多々あるんですよね。毎度力尽きちゃうという方はスキルの攻撃を1つ落としてスキルの不屈を採用してください。そのぐらい福間共鳴は強すぎるスキルなので練習する価値はあると思います。とはいえね、ロワルドロスはまだしも、オロミドロは慣れるまでは本当にしんどいので、ぜひこちらの構成で練習してみてください。繰り返しになりますが、今回ご紹介しているのはソロ前提です。入れ替え技はこんな感じにしています。たまにコメント欄でご質問いただくんですが、この属性強化リロードにしてしまうとリロード速度がやや遅くなってしまいますし、適正射撃法に設定してしまうと反動が大きくなってしまうので気をつけてください。アイテムはこんな感じにしています。貫通火炎弾の調合用に
レベル1貫通弾と火炎装を持って行ってます。ショートカットはこんな感じにしています。貫通火炎弾の調合は全てに設定していただければと思います。食べるご飯に関しては飛び竹串を採用して、お団子防護術、ど根性を短期催眠術を採用しています。お団子防護術の効果に関しましては明日以降詳細を動画で投稿予定です。投稿したら固定コメントに動画のリンクを貼っておきます。もう少々お待ちください。それでは実践です。ちょっと初期位置が悪いんですが、ロアルドロスレベル100にやってきました。本当はね、11番によく出るんで、そこに出てくれるとお肉グッズがいるおかげで壁ドンができちゃうんですよね。貫通火炎弾の通し方なんですが、ドワルドロスの頭もしくは尻尾からヒット数が多くなるように打っていきます。ちょっと気持ち下目に打つといい感じなんですよね。このようにとにかくドワルドロスから距離を取って弾を打っていきます。とにかく後ろに下がりながら距離を取ります。属性弾なので距離があってもダメージが減衰しません。この装備しつこいようなんですが、自信があるという方以外は村では使わないでソロやフレンドの方と一緒に運用していただければと思ってます。ヘクマ共鳴なのでマルチプレイの時不意な攻撃で力つきやすくなってますし、ヘクマ共鳴なしの場合でも簡単に狩猟するってなるとこのように交代しながら狩猟することになるので、オワルドロスを走らせたりオロミドロを潜らせたりして近接の方がねちょっと困っちゃったりすることが多いんですよね。その点プロガンナーの方はモンスターとの距離を一定に保って動きを誘導しつつ、近接さんが狩猟しやすく意識されたりするんで、近接の方が狩猟しやすい環境を作ってくれたりします。私もマルチプレイでのモーション誘導はまだまだ練習中なので、プロガンナー目指して練習を積みたいと思います。おーっと危ない危ない危ない、こういうことがあるのでマルチにちょっと持っていきづらいですよね。よいしょ、お疲れ様です。こんな感じで正規琥珀も結構もらえちゃいます。4分6秒、時間制限の補正があるクエストであれば3分台で回せると思います。続きましてオロミドロレベル96です。オロミドロに関してもとにかく距離を取る感じです。オロミドロの属性ミクスなんですが、前足が一番遠くて30、尻尾と先が25で頭とお腹が20になってます。なのでなるべく尻尾から前足にかかるように打っていくといいと思います。とはいえ練習しないとそんなに的確に狙うことも難しいので、とにかくモンスターの攻撃を当たらないように避けて、でこちらの攻撃をちょっとでも当てるっていうことを意識していただければと思います。麻痺しました。この麻痺はね、遠隔ガルクです。遠隔ガルク非常に強力なので、まだ遠隔ガルク育成していないという方はぜひこちらの動画を見て育成していただければと思います。あと私は麻痺を採用しておりますが、麻痺いらないやっていう方は火属性の遠隔武器にしていただくのも全然ありです。出た、もうオロミドロほんまこれオロミドロね、体力が減ってくるとこの後ろに下がってこういう隆起する攻撃してくるんですよね。これかっこいいんですけど、ちょっと狩猟がしづらいんですよ。ただねこうやって離れて撃つこともできるんで、そこまでライトボーガーにとっては嫌なモーションではないのかなと思っております。さあおいでおいで、まあ、来なくてもいいんですけどね。あーこれ危ない、これ危ないんでこれだけ気をつけてください。何回か追っかけてきますね。こういう津波も後ろに行くだけで全然避けれちゃいます。移動を許してしまったのでちょっと時間はかかっちゃいましたが、もうさすがにそろそろだと思います。貫通火炎も尽きちゃったんでうまく通せなかったんでね、とどめを刺そうと思います。もういけるかな、お疲れ様です。これで開花した戦争を入手することができます。簡単です。5分かかっちゃいましたけど、クリア時間制限があるクエストで貫通火炎をちゃんと通せば4分台で周回することができます。ということで実践でした。もし今回のやり方で該当するモンスターの等級クエストを持っていないよっていう方は、発生させる方法が3つあります。1つ目が簡易調査クエストに行ってレベル1の等級クエストを発生させレベルを上げていく方法。2つ目が近しいランクのクエストに行ってモンスターの部位を破壊したりアイテムを採取してランダムで派生させる方法。最後3つ目が欲しいクエストを持っているフレンドにお願いして同じクエストが発生するまで一緒に周回する方法。以上3つになります。その他何かわからないことがあればぜひコメントでご質問いただけると嬉しいです。ただお願いがありまして、他に同じ質問をしている方がいらっしゃらないか、ざっとでいいのでコメントを確認していただいてから
ご質問いただけると本当に助かります。今回の動画良かったよって方は高評価ボタンのポチをお願いします。またどんどんサンブレイクの動画も投稿しますので、チャンネル登録もお願いします。またねー。